あ、違うんだろうね。感じるものが。<laughs> めっちゃええやん。よろしく頼むぞ。さあ、来ました。ウィンドブレーカー。えー、前回ね。 えー、とうとう、桜対、戸カ亀ちゃんのね、えー、戦いが始まって、で、その中で、まあ、このチシトーレンの方のね、まあ、ちょっと過去が描かれて、で、長寿と、まあ、ガメの出会いだったり、で、それぞれが何考えてんのかなっていうところがね、まあ、見てる僕らが少しわかるような描写もあって、で、やっぱり、亀ちゃん悪いやつじゃなかったっていうね。いやー、彼も相当思い悩んだ結果、まあ、今の形でね、 まあ、ナンバー2に収まっているというか、まあ、相当苦しい立場を背負ってるっていうのが分かったんだよね。ここで一旦桜、まあ、あと長寿が梅宮さんに、まあ、やられることによって、このシシトーレンっていうのが、まあ、生まれ変わるきっかけになれば、まあ、一番いいのかなっていうね。 長寿が変わらない限り、まあ、もしまあ、まあそれを変えるのは、まあ、最終的に俺は亀ちゃんであってほしいんだけど、うん、まあ、そのきっかけをね、ま、ぜひ梅宮先輩には作ってもらおうよ。で、桜に、とこ、ここで、ま、亀ちゃんも戦うことでね、またなんか、それを言える勇気というかね、そういうのを持ってほしいね。まあ、前回はちょっと言えなかったみたいだからさ。 さあ来たね、うん。こぶしで語ってるんだよな分かっちゃうんだねさくらは。うん。 うん。いや、ここもね。いや、そうしないとっていう。な長寿をかばって、また楽しい組織っていうかね、昔のようになりたくて。けど、このまんまじゃいつまで経ってもならないのにね。 けどその結果ね、今ちょっとずれちゃってんだよね。庄子がトップで。あの子が気づかないとね、そのやり方じゃさ、いつまで経っても自分が楽しくないって。なあ,あ。 なんだううん、それが今の話かなうん、今っぽいね。あああああ 本当にいいやつああ間違いを押し通すいやけどこれじゃあねあの太陽のもとでのねの肩車した2人にはなれないんだぜ亀ちゃん。<laughs> 響いてるかうーんいやつらいねカメちゃんいやほんとに好きなキャラになったなスオさんもいいけどええー、<laughs> もうすべて忘れてかな ももうどうどでもよくなっちゃったのなんだろうねうんうんうん、はあ、うん分からせるためにおお はっはっははやっぱ、桜 <laughs> いいぞ <laughs> いいぞ, <laughs> いいぞ <laughs> 実力さなんか気持ちさえ入れば、カメちゃんもすげえ強いんじゃない今はもう無気力だけど。<laughs> やっぱ足技すげえなこの作品。うん。 わあ、わあ、ああ、ほらほら、ここね。黙っちゃったところ。ここでね、変えてあげれるチャンスあったんだけどね。カめちゃんならきっと。いやけどこれ言われたらちょっときついよね。 いや、気持ちもわかるんだけどね、ガムちゃんの。いやー、面白いなやっぱこの人間性とかで見ていくと、やっぱカメちゃん今ダントツでちょっと感情移入しちゃうね。好きなキャラになっちゃうなあなだから早くここのね、なんとかなってほしいね。ボ防リンとのた決着ついた時から、まあ、どれくらい経ってかわかんないけど、まあ、すぐなのかさ。 下がっっちゃったねうんうーんいい子すぎるってカメちゃん本当にいやいい子うんいい子なのかなは ただの喧嘩じゃないよね。もう拳で語られてる、語らせられてるよね。あ、今のは何なんか結構効いた一発だったのかなあ、あ、鏡あれかあ、あ、脱いだああ <laughs> ちょっと、こんなのやばいじゃん、女性陣。まっすぐこっち見てくる。ああ、顔がやばい。<laughs> え、嬉しい。痺 <laughs> れるね。この主人公がなんかヒールっぽい感じいいね。あ、ああ、ああ、やべ。今、爪で顔切っちゃったかも。 おおいやー、これ負けるかここで目を覚ますっていうきっかけがもう入ったんだったら、桜が負ける可能性もある。やばいどっち勝つと思ううん、どっちもありえるありえるでしょう。 いや、きっ抗してそう。いや、下駄脱いだのいいね、男だね。な、まあ、汚れ役の仮面脱いだんだね。昔の亀ちゃんが戻って、戻ってきたんだよ、ここで。あ <laughs> 勝っちゃいそう、勝っちゃいそう。<laughs> やべえ。うわー。 うわやっぱ桜なのかなうん。ああ,あなんか波動を感じるのかなうん。<laughs> ちょ、ちょっと気に入らないのかな京太郎は。<laughs> 俺だってできるよみたいな。 いいとこ見せたいぜみたいな感じなのかもね。ああ、長寿はどう見てんだろう、これ。この戦い。うん。あうん、違うんだろうね、感じるものが。<laughs> もう、めっちゃええやん。めっちゃ面白いやん。 いや、なんか神髄が来た感じすんね、この作品の。お<ー>なんであなたも楽しいんじゃないちょっとこの喧嘩が。うん、作画も素晴らしいよ <laughs> <laughs> いいねいやー、決着もしかして うーおー、ダブルで、え立ち上がった方が勝つとかそういう感じかあ、引き分けかなもしかして、ダブルのカードかあ、立つわ。桜。あー、開けろ。え、カメちゃんも。あ、あ、負けた 立たないんじゃないもん認めそう。はあ、いや、なんか、カメちゃん先行っちゃった感じしない <laughs> ね負ける置いてかないだろうけど。うん。まだうわ、<laughs> まだある。ありがとう。嬉しい。<laughs> 見たい、もっと。 どっちだ、これ。いやー、どっちもあるのよ、ほんと。ん楽しかった。いや、これ、いい、これからね、コンビっていうか、あれになりそうじゃない仲良しに。あ、真正面から入れんのお互いに。あ、あ、トカミ負けるかないや、こういうの入ってくると。 まっすぐだったね、桜、ずっと。ああ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 あすぎる。うーん。 ああ、笑ってるよ。あああ、届かなかったのいや、どうだろう話しちゃったのかなありがとうって言ってる。いや、桜買ったー。いやーめっちゃいい。<laughs> これで負けちゃってどうなるんだろうね獅子通れんで。さあ、長次どう対応すんだろうね亀ちゃんに。うん。いや、他のね、ここのチームのメンバーも、どうするんーねえ勝ったよ。 勝っちゃったよ、ナンバーツーに <laughs>。え、あ、やっぱあれあれかねえ。ああ。ああ。正直。うん。え えもうあれなの全然亀ちゃんのあれか駆け寄ることもないんだね。本当に。あ、なんか辛辣な一言来そう。怖い怖い。大丈夫かパーンとかられそうじゃないえ、えうわーうわー なあ、いや、そりゃあね、桜も。あ、けど、この桜もやられちゃうのかなあ、よかった。いや、けど、気持ちわかる。<laughs> めっちゃわかるわ、今の。パンくらいかと思ったら。うん。うん、そうだね。 ああ。うん、お願いします。お願いします。いやー、けど、ここがなくても、亀ちゃん動くだろうけどね。この後、自分がボロボロになってもさ、ああ、で、任せんのああ、え、そんなやべえの超人。長 <laughs> いやーここは期待しちゃいますよ俺梅間先輩にうーんああだからこそだよいや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 感じてたよギリギリだったねさくらも <laughs> いい顔だ。綺 <laughs> 麗<例>。あ<ー>うん。うれしい。嬉 <laughs> うれしいね。暑 <laughs> いな。 いや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 。うん。うん。それじゃダメだよ、君。うわぁ、お説教の時間やー。は <laughs> 拳使って <laughs>。 長寿もけどさ、まあ、力の絶対進行だけど、自由っていう形でね、楽しいあれを求めてるはずなんだけどね。マジで全くわかんないんだね。いや、その目。<laughs> はあ、うん。いや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 。 そこは喧嘩の腕にあれだよ。つながりのバフがかかってるからだよ。ね、ここでそれをね、言っちゃうって。いや、手に入れた途端に解散だわ、みんな。 いや、ほらほら、おかしいんだって、そこの吐き違いが。な <laughs> れんて。苦しんでんのわかるんだけどさ。 ー来たうーん、そんな動きする、また。えー、そっからえああ、だいぶ強いんだね、ほんとに。カメちゃんが心配したけど。いや、けど俺、全く心配してないぜ。ここは、ここはやっぱね、勝ってくれるよ。 いや、けど、動き、ええー、くぅ <laughs> <赤か> <laughs>。あはははは。咳か。ああ。あーあー。行きたかったんだろうねー。自分が。 うん。いや、桜。まあけど、ここは今任せよう。いや、絶対ターンが来るはずよ。今は長寿の方が目立ってるけど。で一撃が半端ねえのかなワンパンやっちゃうかなそんなことない あ、はあ。いやすごいね、この男、本当に。いや、わかろうとしてないんで、おーおーおーおお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 お あ、あ当たってたんだ。うん。かっこよ。<laughs> かっこよ。<laughs> 思いを継いで、タイトルも最高じゃない。みんななんか思いついちゃって。あとはもう一人、ただ一人分かってないの、長寿だよな。 だからこなこんとかしないとね、なんとかして、やっぱ亀ちゃんはずっとね、この長寿と一緒にいたくて、あの役場、役目をね、まあ、引き受けたはずだから、うーん、新たなニュー長寿になってもらって、ニュー亀ちゃんとね、もう仲良く、ここのシシトーレンを立て直すのか何なのか分かんないけど、やってほしいね。で、ボーブリンのみんなともね、まあ、特にさくらとね、亀ちゃんがこれからなんか、 どういう関係なんのかなって思うけど。いや、いいあれになれると思うけどね。いや、カメちゃんマジでちょっと良くないもう痺れた。俺もうだってカメちゃん正直ちょっと勝っちゃってもいいかなって思ってたもん。まあ、そこまで心の整理がついたんだったらさ。あ、ここはやっぱ相手ナンバー2だし桜負けちゃうのかなくらいに。 ななんかけどけじめみたいな感じでね、まあ、最後のだからトカメはマジで決着今回はさくら勝ちってなってるけどまあ何ていうか実力表みたいなのを作るとしたらまだちょっと未知数な部分あるよねさくらとトカメどっちが上かっていうのは <laughs> さあミニコーナーうんうんううさぎだよねぴょん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 うんいやさくらもすごかったじゃん <laughs> いや、無茶ぶり、見れんの <laughs>。えへへへへ。きつー <laughs>。ああ。あ、え、終わっちゃう感じかなやろうとしたら。あ、お止めたよ。あはは、かわいい <laughs>。あはは、ダメなんだ <laughs>。はい、というわけで、今回の回があれかな僕の中で、ウィンドブレイカーイ会の中ではナンバーワンだったかな 今までも十分面白く見てたんだけど、前回の話も良かったんだけど、すごいカメちゃんの話は感情移入しやすかった。で、決着もついたし、決着ついた後のあの感じね、このパンチ止められてとか、あそこの長寿のね、やらかしとかもそうだけど、こんなに1話で見せちゃっていいんですかってくらい面白いもん詰まってたと思うけどね。 本当体感3分5分って感じの今回1話だったなと思います。えー、ていうわけで僕の中のね、えー、好きなキャラランキング、まあ、今までスオさん1位だったと思うんだけど、まあ、ここまでねなんかスオさんは喧嘩の仕方がとかさカメちゃんはなんかね人間的にみたいな感じでうまく使い分けてね1位お互いに取らせてたけどいや総合で見たらやっぱ今カメちゃんかな。まあ、さくらも男をあげたんだけどやっぱカメちゃんだね。 はい。というわけで、今回のミスのに対する皆さん、感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録もなかったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画を2つがお送りしました。バイバイ。